勤務中の女性車掌の体を触ったとして、兵庫県警姫路署などは29日、同県迷惑防止条例違反の疑いで、同県姫路市の会社員の男、30、を逮捕した。同署によると、男は女性を触った際にスマートフォンで動画撮影もしており、自分は、取り鉄、ではなく、取り血、だ、などと説明しているという。逮捕容疑は8月18日、姫路市の JR 姫路駅構内の階段で、女性車掌、27、の下半身を触った疑い。同署の調べに容疑を認め、ストレスが溜まっていた。鉄道会社の制服が好きだった、とも話しているという。